マルタ・ドマホーフスカは、ポーランド・ワルシャワ出身の女子プロテニス選手。2006年1月に、オーストラリア・キャンベラ大会のダブルスで優勝し、当時の女性として、初めて WTA ツアーのダブルスタイトルを獲得した選手である。シングルスの優勝はないが、3度の準優勝がある。シングルス自己最高ランキングは37位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ドマホフスカは、父親の勧めにより、8歳の時から、ポーランドの首都、ワルシャワのテニスクラブに通い始めた。彼女は2001年からプロテニス選手になったが、しばらくジュニアの大会に出場し、2003年全豪オープンのジュニア女子シングルスで準決勝に進んだことがある。2004年の全仏オープンで4大大会予選会に初出場。同年10月、ドマホフスカは韓国ソウル大会で初めてのシングルス決勝戦に進出したが、第1シードのマリア・シャラポワに1-6で完敗した。この活躍により、彼女は初めて世界ランキング100位以内に入った。2005年5月、フランス・ストラスブール大会で2度目のシングルス、準優勝。2006年1月、ドマホフスカは、オーストラリア・キャンベラ大会で、ロベルタ・ヴィンチとコンビを組み、女子ツアー大会でダブルス初優勝を飾った。これは、ポーランドの女子選手が WTA ツアーで獲得した最初のダブルスタイトルである。同年2月後半のアメリカメンフィス大会で3度目のシングルス準優勝を記録した後、ドマホフスカはシングルスの自己最高ランキング37位をマークした。2006年10月にジャパンオープンで初来日した時は、2回戦で台湾のセン・エイゼンに敗れた。彼女はこれまで4大大会シングルスでの好成績が少なく、2005年ウィンブルドンから2007年全豪オープンまで5大会連続の1回戦敗退に終わり、2007年全仏オープンと全米オープンは予選会で敗退した。極度の不振に苦しんだ2007年シーズンの後、2008年全豪オープンを迎える。ドマホフスカは予選3回戦で日本の森田あゆみを破り、1年ぶりの4大大会本戦復帰を決めると、本戦でも初めての4回戦に勝ち進んだ。初進出の4回戦では、第8シードのビーナス・ウィリアムズに4-6で敗れた。この大会では、第29シードに選ばれたアグニェシュカ・ラドワンスカがベスト8に進み、ポーランドの女子選手が2人4回戦に勝ち残る快挙を見せた。同年のウィンブルドンでは2回戦でドマホフスカとラドワンスカのポーランド対決が実現し、ドマホフスカは第14シードのラドワンスカに1-6、3-6で敗れた。2009年は4大大会すべてで初戦敗退を喫した。2010年は予選で敗退し4大大会には出場できなかった。ランキングを大きく下げてしまい、女子ツアー下部大会でプレーしていたが、2015年2月のグルノーブルでの大会が最後になり、29歳で現役を引退した。2013年から同じポーランドのテニス選手のイェジヤノビッツと交際しており、2019年第一子の長男を出産している。W= 優勝、F= 準優勝、SF= ベスト4。QF= ベスト8、R= 回戦敗退、RR= ラウン敗退、Q= 予選回戦敗退、LQ= 予選敗退、A= 大会不参加、P= 開催延期 WG= デビス、Z= デビス地域ゾーン、PO= デビス、G= オリンピック金メダル、S= オリンピック銀メダル、SF、B= オリンピック銅メダル、NMS= マスターズシリーズから降格、NH= 開催なし。ありがとうございます。